ウェイヤー、どうも、まこなつです。はい、はい、こちらのオープニングは後撮りとなっております。はい、こちらでちょっとね、声が出せないので今日はまこちゃんに説明してもらいます。はい、はい、はい、今日はですね、かっくんと3人でサッカー企画をする予定だったんですけど、なんとここでまこなつのドッキリ仕掛けたいと思います。ということで、本日の企画はドドン、勝手にだけファウルし続けてサッカーさせないでみた。イエーイ。かっくんはもう本当に試合のために練習したいと思ってここに来てるんですよ。でもそんなかっくんの思いをぶち壊しに行きたいと思います。普段のイライラを全部ここへ、ここでぶつけたいと思います。はい、それではやっていきましょう。えい、よー、どうも、あげまるです。本日は品川カルチャーベースに来ています。ありがとうございます。本日はですね、久しぶりのサッカー企画やっていきたいと思います。あの、前回の動画見てもらった方は分かると思うんですけど、なあちゃん声出ません。まだ治ってません。なんで今日なあちゃん声出ないんで、はい、自分でテロップ入れるからテロップ見てくださいっていうことです。で、今日はね、で、皆さんあれ気づいてる方いると思うんですよ。こちらフェアルックのこのかけまるプラシャツ、宮丸さんっていうあのおじさんに作ってもらったんですけど、こちらと今まこかちゃんが着てる黄色もね今何だまこちゃんまこかちゃんまこちゃんって怖い。今ね、あのまこちゃんが着てるんですよ、黄色、はい、こちらもあって、こちらが6月17日のそのイベントのポップアップ商品となってまして、イベントに来る方はぜひね、お揃いにしてくれたら嬉しいです。で、イベントに来れない方も PC サイトでの販売してるんで、概要欄から URL チェックして皆さんお揃いにしてください。これ、それではやっていきましょう。かけまる、おいおい、後ろ見ろ後ろ見ろ後ろ見ろ翔平くんでーす。呼び出すな、いきなり。いや、呼んでないですよ俺。翔平くん暇してるんだったら来てくださいって来たら撮影してました。翔平くん飛んできてください。大丈夫、マジめちゃくちゃ心配なんだけど。なあちゃんがパスする、受け身がいい、攻められたい。怒ってるやん。お、いいね。なんじゃ、また肉まねするよ。スマッチョやったら。どう調子は？かっこいい。かっこいい？ありがとうね。言ってるけど。翔平くんマジかっこよかった。ここはオッケー、終わった？いける？ここはオッケー、終わった？いける？今から2対2シュート対決やっていきたいと思います。これ前回のかけまるの動画で言った通り、普通のもう俺と夏希ペアで翔平くんまこペアで戦います。シュートはダイレクトにいきましょう。はい、じゃあ女の子2点で先に2点決めてほしいみたいな感じ。女の子決めたら終わり、もう勝ちです。よし、来い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 、いけ、ゆうろ、ゆうろ、ダイレクトじゃないわ、ダイレクトじゃないわ。来たやつを、そのまま行きたい。オッケー、オッケー、これ、オッケー、オッケー。ナイス。おい、どうぞ。まだ少し気をつけた。オッケー。なーって。なーって。なーって。Hey! Hey! Hey!
戦えないわ。やめてくれ。頼む。ショイ君がチンボボチンチンボボってた。肉離れのフラッシュバックした。だからズルした。あれだった飛び越えた。あれだった。うちが肉ば…大丈夫だった。うちが肉離れした時あれ全く一緒。ボールツルツルってきたもん。左足で行こうとして、おいやるぞ。まだ練習終わってねえよ。待てよ。翔平君帰ったらめっちゃ泣いてるやん。おいテンション全然ちゃうやん。ということでですね、翔平君ちょっと用事があって帰っちゃったんですけど、この後もうちょっとだけ3人でトレーニングしていきたいと思います。次は1対2俺対マコナッツの対決、これでいきたいと思います。 OK、 さっきの続き。おかしい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 って。ファールやん。いやいやいや、そんなことないでしょ。しかも決めたらオンゴールだし。で結構普通におっしゃった。もしかしたらちっちゃい子とかを見てるかもしんないじゃん。サッカーやってる子とかで真似しちゃうから。ファールはダメ。ファールわかる。ボールに行かなきゃいけないの。サッカーはこういうのとかなし。 OK、 次からね。それやったらもうダメだよ。
ボールに行く、はい、ボールに行く、ボールね、ボールでしょ、プロレスちゃうからね、ボールに行けばいいんだよね、そう、ビー、ボールに行く、ボールに行く、おい、おい、ボールチャンスで、あいつ何ゴール決めてんの毎回、誰金玉や、そのボールちゃうって、もうやめよう、いじけた、え、いじけたの、うわ、なんかいじけてんだけど、弱い、何言うんだろうね、かけまる、はい、ということでちょっとさっきファール多すぎたんで、はい、切り取り直してもう一回ちゃんと気を取り直してねもう一回サッカーをちゃんと、赤、黄色、青、3人揃って新号機、どういうこと？どういうこと？え、待って、カメラカメラカメラ持ってきて、カメラ持ってきて、え、もしかして、え、これ出てないかも、ちょっと上から撮ってみて、え、出てないかも、これ出てる？え、出てる、おい、出てるって、来たー、赤、黄色、青、3人揃って信号機、キー、はい、こっちも2回目あるから、2回目あるから、赤、黄色、青、3人揃って信号機、いや、これダサすぎやろこれ何はい、はい、VR は、はい、あ、今のはいいや、なにこれ、ラストね、オッケー、なんかまとめられたら負け、赤、黄色、青、さに合わせて信号機、もうやめよう、なんか今日さ、お前らおかしいわ、全然今日もなんかサッカーしてないもん、いやでも存分にこの T シャツを宣伝できたかなと、はい、ということでもう本当に意味わかんない動画になったんで、はい、ワンチャンサブチャン行きです全然練習してないから、いやいやいや、今日なので今日はこんな感じで終わりたいと思います、はい、まあ実はあの気づいてないかもしれないんですけど、これ実はドッキリでした、サッカーしないドッキリ、ということで本日の企画はかっくんにだけファールし続けてサッカーさせなくしてみた、そういうこと、はい、だからそんなファールしたの、うん、嘘ちなみに翔平くんもグルです、はい、嘘、いいやんも、マジガチで削りに来てもらいました一回マジで危なかったよ俺、しかもなんかエンジョイサッカーと思ったら翔平くんガチでなんか削りに来たから、はい、と思って、痛かったっしょ、めっちゃ痛い、怪我してる、なんなり今それ私が頼むな、うん、危なっ、そう95% の力で言ってください。まあでも幸いなんか近々試合はないから別にいいんですけど、うんうん、これ明日試合とかだったら俺やばかった。でもやっぱ YouTuber です。でもやっぱ YouTuber です。そこまで強い力を誘ってない。いや思いっきり蹴ってたやん俺のこと。すぐファールもらう。しかもなんか、ね、大げさなんだよね。うまい。試合中はこういうことやってた。結構試合中ね。ファールされてないけど、いかにファールっぽく転ぶかが鍵となってます、その練習をさせてあげましたけど、ありがとう、はい、よかったよかった、身についたようで、でもね、今日はなんかね2人ともめっちゃファールしてくるなと思って、うん、俺も結構大げさに転んでたんですよそのなんていうの、エンターテイナーとしてね、うんうん、
はい、ということでこの動画がいいなと思ったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録とインスタとツイッターのフォローと TikTok にもなんでぜひお願いします。はい、なっちゃん声出ないで言わせてもらいました。早くなっちゃん体調直してほしいですね。出演してくれた翔平くんもありがとうございました。ありがとうございます。でも許さない。皆さんもね、サッカーするときはファールしないで気をつけてスポーツしましょうね。はい、っていう動画でした。注意喚起の動画ですか。はい、ということで次の動画で、ね、バイバーイ。これやっぱ可愛くない？可愛い。青、黄色、赤、3人揃って信号機。これハマってるな俺ら。あ、こういうの。あ、いいじゃん。こう？え、むずい。これ、いや、いや。